何する？含みに行こう。それかカラオケ、それかポケカ。ポケカ、それかポケカ、ゲーム、映画、それかそれかポケカ。練習できないじゃん。やろう。それかポケカ、ゲーセン、ドッツ、オリゲン、それかそれかポケカ。すぐに遊べるスタートデッキ登場。それかポケカ、ポケモンカードゲーム。今回の CM ではそれかポコもうちょっと一歩下がり、南沢さんです。よろしくお願いします。はい、じゃあ行きますよ。それかポケカ、含みに行こう。それかカラオケ、それかポケカ、ポケカポケカ、ポケカはこちらを紹介します。じゃん。このスタートデッキは構築された60枚が収録されているデッキになっていて、初めて始める方も使いやすいデッキになっています。皆さんもぜひ手に取ってみてくださいね。皆さんこんにちは、南沙羅です。今までとこう違ったシチュエーションで楽しかったですし、一番は久しぶりに制服を着れて個人的に嬉しかったです。私はこれ取っていいんですかね。未来ドンカードデッキが気になるというか、私も何とか使ったことがあるのでやっぱり未来ドンかなと思って。学校に入るのも久しぶりなので、なんかちょっと緊張しちゃいました。いろいろこう学生時代のことを思い出しました。楽しかったです。私は学生の時から仕事をしていたんですけど、なかなか学校に行けない日もあったりとかで、中学校の時の先生がすごく仕事に理解を持ってくださる先生だったので、すごく助けられたなっていう、助けてもらえたなっていう思い出があります。いっぱいあるんですけど、勉強もうちょっとしておけばよかったなとか、あと放課後とか割とこう何もすることなく一番に家に帰ってたので、なんかもうちょっと寄り道とか遊べばよかったなとか思います。教科、全般的にですけど、英語とかもうちょっとしっかりやっておけばよかったなと思います。いや、そういうわけじゃないんですけど私はもう帰宅部だったので、もう学校が終わったらすぐ家に帰るっていう感じで、放課後は特に何もしてなかったですけど、家から学校までが電車通学で遠かったので、そこで本読んだりとか図書館行ったりとかはありました。ちらし寿司は母が作ってくれてよく食べてました。あと小さい頃はこう短冊になんか書いたりとかはしてましたね。恐竜になりたいとか、なんか大きくなりたいみたいなことを書いてたと思います。いや、かんかなってないですね。ありがとうございます。こちらです。今年こそ必ず免許を取るぞっていう気持ちでこれにしました。犬を飼ってるので、犬をなんか楽しい場所に連れてってあげたいなと思います。
今回の CM ではそれかポケカを合言葉に日常のさまざまなシーンでポケモンカードゲームが選ばれ楽しく遊ばれる様子が描かれています。今回の EX スタートデッキは買ってすぐ遊べるデッキ商品なので、これからポケモンカードゲームを始める人にとっても気軽に手に取っていただけるものになっていますし、私も EX スタートデッキで友達とたくさん遊ぼうと思っているので、皆さんもぜひたくさん遊んでみてもらえると嬉しいです。以上、南沙羅でした。